食べる。食べる。ジュースも安い。え？ジュースも安い。確か。もっと後ろじゃないし。
まず展示の概要について説明します。観覧席から見て内側赤旗が見られている地域が近鉄部隊転倒地域です。奥側に赤部隊が存在します。赤部隊は一方的な軍事行動を起こし陣地を占領しました。手前側には陣地を奪還すべく集結した我が陸上自衛隊である青部隊が存在します。観覧席から見て左側は後方部隊地域です。引っ込むだから降りてくるね。青部隊の国家部隊人間が高所物価部隊が実践量となっています。本部隊の地域を設定している赤部隊を青部隊が電車メートルに両方処理するえアルプレートを中途水槽により制圧するまでの来るやんじゃない。そうだね、でした。なお、最上の広場の発生と北の空港となっており近鉄部隊戦闘地域と後方部隊戦闘地域の間は9キロの距離がありますことをあらかじめご了承ください。訓練展示においては火砲や MGV 等による空砲射撃で大きな音がするとともに3分で飛ぶ可能性があります。火砲 MGV の射撃の際は注意喚起するとともに赤旗に振りますので弓を伝う等の指示をお願いします。状況開始。青部隊の戦闘展開に先立ち医療のオートバイで偵察組を構成し情報収集を実施するとともに鉄鋼組2名がエペリングにより戦闘対応します。エペリングによる降下時はヘリからのナノホースによりナノホースが跳ね上がります。注意ください。
こちら駐在所、了解。こちら駐在所、川口台は火力点灯、命じる。電灯をご覧ください。火力点灯の開始を命じられた国連事務隊が火力発揮を実施します。本件時間においては修正車という載機を設置します。修正車は敵の奥側と前側に修正弾を投げつけて、この修正弾の間に敵が突然するのを確認し、有効な射撃により敵を撃破する方法です。大きな音がします。ご注意ください。こちら予定する際、射撃準備完了。射撃を開始です。こちら駐在所、了解。巡回駐在車、一般射撃。Thank you.
よ。タイトル。前提をご覧ください。火力転換の対象を命じられた運営事務体が火力発表を実施します。最終段には突撃のタイミングを容易にするため赤色ライターを発射します。大きな音がします。ご注意ください。右手前側をご覧ください。
第8の通過連隊米子駐屯地。遊園地は第13交代ホーム分屯地。元の部隊により訓練人事を実施しました。以上をもって令和6年度日本原駐屯地全行事訓練人事を終了します。海上自衛隊、海上自衛隊防止措置、これが防止措置か、撮影禁止、第二食堂。